今回は6月8日の調整で速度低下値が 0.5 倍から 0.7 倍に情報修正されたノーマル3内容動を紹介するよ。計略は式3で、武力プラス7と効率が良くて式差をつけたり局地戦を優位にしたりと活躍ができそうやな。死に値する。命乞いはしない。放て。あれは刹那の号令みたいな感じなんか。この降下時間ならソモで粘って孫作の一発守りに行けばよかったね。正直なところ英傑の方は計略やシステムの内容をあまり理解してへんから解説できるようなことはほぼあらへんよ。やから腕後に修正が入ったカードを使ってみて紹介していく感じの内容にしたいと思っとるで。まだ俺は俺の出番じゃ。一歩も下がるものかよ。この手は借りぬ。放て。放て。ひれ伏せ。どこか。万死に値する。今はがむしゃらで戦うっきゃね。やっちまったか。放て。流派発動。三の方流派発動。三の方突撃！俺の首はやらん！死に値する。戦機解放。
格。天才のこの俺がなぜ離せ。死なない。守りが薄い。バカにしてんじゃねえぞ。命乞いはしない。流派発動。一の方じゃあやるよ。どうということもないわ。に与えする。行くぞ。邪魔か。
覚。突撃。最後の瞬間までこの命を燃やし尽くす。仕事はここまでだ。行くぞ。天才のこの俺がなぜ。前。この手を借りぬ。死なない。行くぞ。流派発動。身の肩前かけるぞ。トモオセ来るわではこの国は救えない。進め。魂はここに置いていく。命乞いはしない。流派発動。三の肩かく。万死に値する。行くぞ。行くぞ。逃げるが勝ちってな。突撃。やってしまった。ひるいっす。突撃。突撃。まだ終わるわけには。俺の出番じゃ。この手は借りぬ。身を貸せ。権利をかけましょう。ひるいっす。突撃。ひるいっす。突撃。この俺が欺く。前。突撃。程度の守り通じるわ。ヒルクス。魂はここに置いていく。かく。死に値する。この佐之助様の槍がてめえをぶっ飛ばす。突撃。やってしまった。突撃。突撃。突撃。まだ終わるわけには。仕事はここまでだ。前期解放。しない。ヒルクス。流派発動。三の肩。人の手を引っ張る。ヒルクス。この俺が欺かれた。天才のこの俺がなぜ。この主婦の覚悟。どこじゃ。
ス。消えろ。ヒレウス。ごめんね、守れなかった。消えろ。終わりなきものはないんです。一片の情けも無用ぞ。死す時は同じ。かく。消えろ。まだ俺は長い命とは思いません。消えろ。人の手は借りぬ。万死に値する。死に値する。突撃！突撃！突撃！天才のこの俺がなぜ。消えろ。突撃！消えろ。まだ俺は突撃！
覚の覚悟を。出かけるぞ、トモロさん。仕事はここまでだ。てめえ、流派発動。一の方、生まれた日は違えど我らが行く道はただ一つ。ちょいはしない。乱世に示す我が覚悟、その身に刻め。天才のこの俺がなぜ。全機解放。出かけるぞ、トモーセ。ただのおとりじゃないぜ。突撃。命乞いはしない。この手は借りぬ。万死に値する。死す時は同じ。突撃。こんなもんだ。ごめんね、守れなかった。
ことはここまでだ。ひれ伏せ流派発動。三の肩、ひれ伏せ。このソモが死なない。人の手は借りぬ。流派発動。三の肩、今はがむしゃらで戦うっきゃね。万死に値する。うさん、いざ尋常に勝負。行くぞ。かっか、行くぞ。天才のこの俺がなぜ。天の情けも無用ぞ。ご視聴ありがとうございました。